Let me wait. You guys can hear me just fine, right? Yeah, 9 a.m. in Eastern America. Over there on your side of the country, I'm assuming that wasn't that pleasant. Anyway, let's jump in and let's start watching this, shall we? Enough of this bullshit. It is time. Let's go. You guys will have to tell me if you guys can hear it. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井です。空の桜井。何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまで、しっかりご覧になられている方は、この周りを見て、おやと思われるかもしれませんが、今回、私の家での一人収録に。Yo, he's flexing with his figurines over there, though. Listen, motherfucker. 新型コロナウイルスの影響で、I only have two right now. Look it over there, back there. Eat my shit, Sakurai. 日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、So he was talking about infection and shit like that while I was talking about figurines. I should totally pay attention. しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため、一人収録に戻ったということです。Back スタッフいません。Home 笑いを返してくれる人もいないという。仕事は普段から完全テレワークですが、ますます人との接触はなくなりましたね。ともあれ、頑張っていきたいと思います。Did I share this everywhere? 一人で。I think I did. では、まず最初に、ゼノブレイド2。Alright, let's go! ゼノブレイドクロニクルズ!出た年である2017年に発売された作品、RPG です。亜種生命体であるブレイドと、それと対になるドライバーの Look what the Switch is capable of. I'm just saying. Not gonna start with all the games, but...戦闘などシステムの理解が難しいところもありますが、分かれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。 I just don't like Rags's outfit. 制作はノリスソフトさん、広大な地形を誇るゼノブレイド2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どのようにまとめたのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド。真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界樹の上にあるという楽園を目指します。光はホムラの中で封印されていたホムラの一人の人格というより、こちらがオリジナルでホムラは後から形成されたものです。 I get it with the helmet. It's just 満載ですが、詳しくは Why? 簡単に言えばホムラと光はデレとツンですね。デレどっちがデレデレえ、ツンデレ。はい。Why picking? Why not both? How you doing, Nick? ゼノブレード2のコントローラーなんです。すごいですね。Yo, Sakura is just flexing. 例によって、開発中のものなので、見た目やバランスが変わるかもしれないです。カメラは開発中のものを使います。また、今回のプレゼンは、キャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、This bitch is just launched from Dragon Ball. 今回は先にステージ紹介をしておきます。All right. 専用ステージはアルストの雲海。ゼノブレード2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣とか巨大な神のしもべアルスの上で暮らしている世界です。ステージはじっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。I'm not gonna lie, the stage looks cool. He seems super fucking small. 大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。 It looks super cool though. アバリティア紹介。ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア、アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。スペルビア、スペルビア帝国は、Yo, that motherfucker is not flying. That he's standing. He's just that tall. ルクスリア王国は、オークが寒冷地の試される土地。アーケディア、法王庁がマルベーニが務めています。
今アルスのダイジェストが出たと思いますけど、こういうのも私がこの場で撮影しています。背景色の変化も原作合わせ、原作登場順に並べており、懐かしく感じる人が多いのでは。参戦ムービーにあったように旅の仲間がゲストとして登場します。必ずドライバーとブレイドがついになって登場します。ドライバーブレイドペア、ニアとビャッコ、グーラ出身のドライバーの表の姿、トラとハナ JS、 JS はジェットスキー。 OK, I see that most of these characters have different names in the English version. パークモードの略です。 Yo, that robot's cute as fuck! メレフとカグツチ、スペルビア帝国の炎の貴公子。 Yo, chill! Yo, I don't know who these guys are, but I love them both. They're the best characters. I don't know nothing about them, but they're my favorites. 首の上げ下げによって起伏が背景にアルスが出ると、そちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。復帰しようとしてる時に振り向かって、 That moment when the stage is almost legal, but then there's the neck just moves. 助からないことがあるんですね。Nope! って思わず言っちゃう。よく見ると、振り向き前に首を振ったり、汽笛が鳴ったり、Oh, I see. 回転が速くなるなどの予兆があります。レックスの家も閉じてますね。なお、戦場ステージ、終点ステージは、Oh, there's no gramps in that one. Sucks. 無理やり戦場化すると、ニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして。I mean, we put so much work into it. Let me show you. You guys ain't gonna see this shit. But look how cool it is. ご説明です。All right. ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。So we're going back to making thick characters. 何か聞こえたような。Rex, get the fuck out of here, man. 企画段階ではレックスとホムラ光が2人セットで動いて共闘することも考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。We ain't doing that shit again. 8人対戦なら16人表示になりますね。 I know, they're both combined thick. You know, Pyrrha has the boobage and Mithra has the bootish. 見てください、この Which, what the fuck? I think they just took the booty away from Snake. Yo, look at those hips! 異なるところがあります。ホムラはここが異なります。Listen, guys. We made it safe for children. 光はいわゆる多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスクリーンにおいて、Show some tits. 実は逆移植的にゼノブレード2。Okay, I'm gonna point this out that.You see how they changed these characters to put them in Smash? Sakurai, in all his power, couldn't do anything to put Mai in Smash. Because you can. Mai is just lewd. Mai is the incarnation of lewdness. It's a ninja that fights with her titties dangling to distract you, man. God, I hate Rex's outfit.Put some pants on this man! Why is he wearing shorts? スマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも。 Yeah, what happened? I thought you were gonna remove that feature, but here it is again. どちらを先行させるのかはファイター選択画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。ホムラ、次にカラーバリエーションについて。ホムラ、よ、実質2人なので、セレン・カイラー for Smash 1 2×8 で16種類あります。それぞれセットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。スーピーカラーは船馬イメージ、スリーピーはホムラ風光風ホムラ、原作にもありました。フォーピーは猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光、
5P はダークカラー。That's a cool fucking color, though. 6P はトリコロール。旅客機のような爽やかなユニフォームです。7P はリアルタイプというとなんだけど、色合いを極端にしてみた場合。Yeah, so it's even brighter. 8P はゴールド、シルバー、プラチナで。That is badass! 特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下のインフォを見ればお顔でバレバレであるということは。Alright, chat. You have to... Motherfucker! I just... You get the color that you pick when we go in there. Alright, so let me get this straight. I don't want to go back. Right? Because I was, you know, trying to read the chat while watching this at the same time with eyes like this. So, you can mix and match colors? No, right? お伝えしておきます。2社の違いは、No, okay, cool. That would have been cool, though. But then again, you could fuck with people. Like he was saying, you put all red. Oh my god, she's fast as fuck! Holy shit! Oh my god, hold on. Are we in. Yeah. I was looking at the quality, but. Holy shit, she'd be fast. Does that mean Homura hits harder? Give me a reason to start with Homura. Homura はフレアスマッシュ。もともとパワー型ですが、横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいし、よく吹っ飛ぶ。当然隙は大きいですが、他人数ランクでラッキーパンチを狙ってブンブン振るのも良いのでは。Jesus!光は因果率予測。回避の出来は本来ならダメージを受けるタイミングで因果率予測を発動させ、ダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる。Wait, she has a mechanic? 狙って出し続けるのは難しいかもしれないけど、On her spot dodge? 優先に回避が優遇されて、反撃のチャンスを生むことができます。こうしたらもう隙だらけという。ベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり、通常技の対実は概ね同じですが、ここでもスピードとパワーが異なります。同じ技を使った場合、光の方が素早く出るし、Oh, hold on! You guys saw that? Hold on! 対実は概ね Look at the recovery! が、ここでもスピードとパワーが異なります。Oh man, Homura! Homura lags! リーチはホムラの方が少し長い傾向ありますかね。比較してみると、技のスピードはかなり異なりますね。Recovery too, man! 光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが。I like that! They make the character super unique given that a spot dodge mechanic or any dodge. こんなにも違います。That's a good way to move forward when we need more gimmicks, right?Since the gimmick of switching characters it was already in Smash, 設定されています。もちろんどちらが強いのかは戦局や戦法、相手の対応プリによります。長所を押し付けていれば強いし、短所を疲れると弱い。ただずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので、同じ方を使い続けるというのも理解の戦略です。弱攻撃は、No, I was just saying, No. You didn't see the recovery frames from that? Oh, when they did the...When they did the spinning smash, I think it's the down smash. Mitra was already standing while, whatchamacallit, Pyra is still crouching. It seems that Pyra has a little bit of recovering on her attacks more than Mitra. But it makes sense because she is, you know, the fastest one and Homura is the strongest one. Normally, that's how you balance it like that.光が光とダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく、ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。ウフウフフ、ダン強攻撃、光のスピードは連打もでき、転生や音玉にできます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。特に光の強攻撃は相手や奇跡ダメージ次第ですが、かなり多くの技がつながりそうです。
Oh! That Nair, though! Oh, shit. She has one of those. Hard to read and watch two screens at the same time, Sakura. You're fucking me up, man. もう最大ためなら 20% からの撃墜もできるかもしれません。 20%? Yeah, but... Bitch, of course it's never gonna happen. Oh, what are you gonna tell Sakurai? じゃあやりますやります。Never mind. Was just fucking with us. God damn it, Sakurai. 上スマッシュ攻撃は光は連続ヒット。 Oh, wow, that's a great ups, man. 一撃とか単発気味に当たる違いがあります。どちらも前からヒットすることができます。That is. That's pretty good. Wow, these moves are pretty good. やはり。Yeah, you see the recovery? 大きな差がありますね。She can do two of them while she's recovering by just doing one. Holy shit. That means that she's probably weak as fuck, too. 通常空中攻撃も、ホムラは単発。It's Ryu and Ken in one character, right? Ken is the fastest one, Ryu is the one that hits harder. Same kind of deal. 前空中、後ろ空中、上空中と。空中制御にも大きな差がありますから、攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。That recovery, though. ただやっぱり威力が違います。Alright, I get it. Homura, I mean Para. It's the strongest one. Hopefully this doesn't end up like, you know, at the beginning of Smash with Ryu and Ken, that everybody just picked Ken because it was, you know, the fastest character. And at the end, that was preferable to strength. I don't know if everybody's just gonna be fucking Mitra. Oof. ホムラの方がより吹っ飛ばすので撃墜しやすいという考え方ももちろんあります。つかみにも技術上の落差があります。光の方が素早いため、前を詰めてつかみやすいですね。外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面、威力はホムラの方が大きいです。Everything's more powerful for fucking... 前投げ。Train the Jigglypuff! 後ろ投げ。上投げ。Down throw. そして下投げ。それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。下必殺技はチェンジだから通常横上必殺技の3種ずつ。ホムラと光で6通りです。それで原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら交互にご紹介したいと思います。ホムラの通常必殺技フレームノバ、フレームノバ周囲に回転させる技です。 Yo, this RPG looks pretty good, not gonna lie. ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。左右同時攻撃なので本戦にも強いし、いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほどに威力が高い。Woo! Alright, this seems to be a move for free for all, man. You just jumping in between the whole, you know, melee and kill everybody. I don't know how you're gonna land that on 1v1s. Obviously, you can't charge. シールドされたら相手から少しでも離れることをお勧めします。光の通常必殺技はライトニングバスター。ライティングバスター。スマブラ版は同じように長押しして貯められる連続斬撃です。ホムラとの大きな違いは前方に集中した攻撃であること。 Okay. また貯めることでリーチが伸びます。最大まで貯まると When are you gonna land a charge one? これ通常、これ最大。 That's the question.一応無敵も生じます。バランス調整中なので。Okay, that makes it better, actually. ホムラの横必殺。That actually answered my question. Just can't hit this bitch. スマブラ版は少し変わった飛び道具です。Doesn't have that much range, though. 飛距離を変えることができます。これスマッシュ内版。
こっちあるか。Okay. Never mind. スマッシュ入力。Every time I say something, Sakura's like, wait, bitch. クリーンヒットとかすってヒットでは結果的にダメージが変わります。最大の特徴は剣を投げた後にホムラ本体を。Yeah, I was going to ask that. What are your moves without the sword, though? 攻撃はできませんが、歩行や走行、ジャンプ、シールド、回避などが使えます。剣を受け取るときに隙ができるのでご注意。復帰措置を再現にも使えますが、気をつけて。剣を投げているので、上必殺技などを落とす。Yeah, how are you gonna recover? 空中ジャンプと空中回避で崖が届くときのみ使ってください。一応、反射もできます。Get fucked! Wait, isn't she the sword? She is fucking herself up! ワープしながら無数の斬撃を繰り出します。スマブラ版はワープしながら突進することができます。What is this shenanigans? セフィロスの八頭一戦にも似ていますが、移動は横方向だけです。ホムラと異なり、スマッシュ入力などもあります。Actually, that one looks pretty good. どさくさに紛れて出すとなかなか対処しにくく、頼りになります。反面、隙はでかいのでご注意。Oh no, it's just like Sephiroth, man. 仮にホムラでやられても変身してすぐに使えばいいでしょう。攻撃範囲が広いですが、対処策としては素直に飛び道具を攻撃するとか、素直にシールドして攻撃後を狙うのが良い。Yep. Don't miss it. なお、崖際から少し離して使えばとどまってくれます。崖に近すぎると、It's literally Sephiroth shit. Welcome back, Nick.ホムラの上必殺技、プロミネンスリボルト、大きな火柱を上げる技です。オッケー。スマブラ版はジャンプして着地で大きな火柱を上げます。How fast is that feel? もちろん復帰に使う技ですが、吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので、撃墜に使うことだってできます。Oh, shit. 出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので、確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。もちろんコンボを狙うのもあります。Oh, wow. なお、わずかに前後移動できます。Oh, that's pretty cool. Backwards a little too. 光の上必殺技、パニッシュメントレイ。ポニッシュメントレイ。スマブラ版は切り上げ上昇後、I actually like this update. It's pretty cool.光の必殺技ウェバ実はもう一種類あります。上昇中ボタンを押し続けるか連打するとレインボーダストになります。わーレインボーダストは原作ゼノブレード2のダウンロードです。黄金の国イーラにおいて登場した必殺技です。ほら、パニッシュメントレイは強い弾を一発、レインボーダストは扇状に弾を5発発射します。復帰阻止に使うなら。Oh, that's pretty sweet. Yeah, there you go. It's shit. 直接のダメージソースにするなら、レインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。なお、それぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの弾が光方向に返っていきます。そして散々出ていますが、した必殺技はチェンジ。Well, yeah, the damn special is the switch. 光チェンジ、ホムラチェンジと言います。ホムラチェンジ。高速切り替え。光チェンジ。変身時、わずかに無敵が発生するので、回避のように使えないこともないです。Oh, man. Do it. Do it. Ah, shit. Ah, shit. 最後の切り札もホムラと光で異なります。We saw that. Burning Sword. Burning Sword! これをスマブラ流にするとこうなります。Get fucked. 謎の着地も再現。Shit. Man. They put clothes on this bitch. That girl was like, she too lewd! I don't know, man. I kinda like the thush, you know what I'm saying? Like, the thingy? I don't know if it made it more lewd. I'm just saying!
まず最初の斬撃で相手をそれぞれ3人まで巻き込みます。レックスが発動していますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セークリットアローは各弾で判定を持っているので体の大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えてください。ホムラと光の差はどちらが強いとかどちらを使うべきなのと論じても仕方がないですね。双方に異なる利点があっていつも両方使えるんだから選挙によって、Not gonna lie, guys. 利点を押し付ける運用をすればいい。 This one so far in my humble opinion has been the most tame、スタンダードな使い方としては of the DLC characters、序盤で光を使って相手のダメージをためホムラでとどめを刺す方法、余裕があるときはホムラでピンチのときには光で撹乱する方法、最初から最後までホムラを使ったり光を使ったりで通す方法もあります。おおむねこのような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。No crazy meter, no, no nothing. 私はどちらかというとホムラの方が好きかな。あ、ファイターの話ですよ。やっぱりホムラかな。いや、ファイターの話ですからね。Here is kind of cool. He hot. レックスの登場についても触れておきます。ホムラと光の応援にしばしば登場します。まず登場シーン、oh, that's pretty cool. 最後の切り札では上切り下切りの違いがあります。範囲はあまり変わりません。 You're barely gonna see him in competitive match. そして上アピール、レックスがやることは同じですが、ホムラと光の接戦は少し違います。 on her too. 勝利画面でも登場します。ホムラと光で3つずつの勝利パターンに2つずつ出ています。ちなみにホムラと光は試合終了時の姿が調理画面に判明されます。なお、ショックスレックスボルワンを買うとレックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく1です。カービィコピーもホムラと光で異なります。使えるのはフレームの場とライトニングバスター、一粒で二度おいしいということになりますけれど、man, every DLC character they gotta work with Kirby, man. It has to be a pain in the ass. その技はオリジナルより強くなります。蓄積ダメージに注目してください。コピーする手間や自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしてみました。ちなみにホムラの場合、最大ためにもなると。こんなにも破壊力が高くなります。それでは一通り説明しましたので、実戦に移りたいと思います。はい、今回は団体戦で行っていきたいと思います。相手は3戦組でホムラをいじめていた3人組。Make this. Why can't we do this online? Why can't we have team battles online like this? そんなことあるか。これはやっぱりホムラ光を封じてしょうがないですからね。3対1でなんとかする、いや3対2なのか、ちょっとあれですね、普通よりも必殺技を多めでいってみましょう。チャットフィニッシュをしてね。お、危ないよそんなことやってると。これ Man, ちょい、ね、実はね、コンピューターちゃんと混乱するんですよ。まあこういう場合は上下の動きとかないからなんだけど、このもういらん。と、Yo Sakura Let's Play Channel win。いやでしょ、yeah. こういうの。Nah, look at Sakura Edge Guarding and shit。おっといけねえ、ぶつかった。殺技を入れて。もうこのままフィニッシュしちゃいたいな。Mm-hmm. こんなにダメージ与えると大変なんで。There he goes. いくわよ。序盤は光でってのはセオリーで。Oh, you can swim in the clouds? おっと、いかんね。Oh. They're very dense clouds. 入ってしまった。こうやって固めていきます。
actually watching Sakurai play it is a very good way to show off the character when you can see the, you know, what you can do. I mean, when he's not using items, right? Yoshi. This is gonna be the first time we're gonna see Sakurai lose in that fucking direct. Demo, Sazaza, Chant, let's cut the hole. これキャリア付きだね、さては。おっと、こっちに来た。危ない、危ない。危ねえ。いいところで溜まりましたね。これ相手がゼロだった。Oh, he's going for damage. どちらかというと、光でダメージ重視にしたい。そりゃよ、ね。Get fucked, bitch! Yo, that is a final smash. Oh, yeah, that's a summer! How you doing? でも、体細いしな。そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもんいらん。Get shot. Oh, Sakurai! そろそろやばいよ。こっちもあっちも。Sakurai's trying to be tricky and shit. そりゃ来ないよね。来ないよね。Sakurai, another one! よし、これで決まったら気持ちいいぞ。Oh my god, are you serious? Is this gonna land too? 決まったらね。今だ。うわぁ、今だ。Ah, he missed it! Ah! Yo, Sakurai, Let's Play Channel, when? What are hitboxes? What is that range? Victory!ちなみに CP レベルは8ですね。Sakurai is like, I am bitching out! It was level A, 3v1. Alright, how many songs? 次に音楽です。サウンドはゼノブレードシリーズ。This is a first party game, correct? すでにガウル平原に実装されている Shouldn't this have like a shit ton of fucking songs now? 追加される楽曲はご覧の通り。なんと16曲追加です。ゼノブレード2の曲は最初から3曲入ったので計19曲です。ゼノブレードシリーズの曲は27曲になります。ガウル平原でも使うことができますが、これを機にガウル平原では初代ゼノブレードの曲が、アルストの雲海ではゼノブレード2の曲が主体で、俺曲に設定されるようになりました。アップデートの際、俺曲セレクトの効率が変わっていると思いますので好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。得点のスピリッツボードも入っています。実はもともと Oh my god! Thanks for the host! ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。またりしていますまたハナ・ジェイスは実は召喚で得られるスピリットだったのでお題なかったんですね。それ新たに戦えるようにしています。新たに足されたのはシン・レツ・ラウラ・マルベーニーと誰か。 And porn! We added porn to Smash! フネウマです。原作の終盤に出てきます。スマブラをきっかけに原作を遊ぶという人も割と多いですから隠してみました。がフネウマって大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいなんですよね。でもこの人物にはなぜか絵があります。これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた正嗣さんが書き下ろし、モノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊い。 I'm gonna fucking get spoiled. I'm gonna go play it right now. それとレックスをレベル99にするとマスタードライバー状態のレックスに超過する。He gets fucking naked! 中盤の展開を含むので念のためにモザイクをかけてみましょうね。He whips his dick out! All in Smash! ファイターのご紹介です。4体います。こちらをどうぞ。Oh, let's go! Who's gonna get fucked?Somebody's getting fucked! Somebody's getting fucked! Oh no! Oh no! I got fucked! No! I got fucked!
Level 5! What? Oh, that's great! I want all of these outfits. God damn, I gotta go buy- I gotta make a sword fighter now? Alright! That's what I got from this fucking reveal, that I'm gonna make a sword fighter. I got fucked. Man. Man. なぜかここに来て、カッポンさんゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売が近いから。Yeah, you gonna make a character though. リオレウスとも戦わすことができます。Wait, all is not lost yet. There is maybe the Monster Hunter, the character you play might not make it, but one of the actual characters in the game could make it. Who know? The Admiral?The twins, which they're hot, and we need more females in Smash anyway. You never know. スマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう。Yeah, why? 実は唯一私が考えていないムービーなんですね。参戦ムービーは、oh, he didn't fucking wrote this one. 台本を書くところからスタートします。それを土台に、CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。ゼノブレード2をプレイしたとき、その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えたわけです。おかげで原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く、良いものが出たと思います。ありがとうございます。I got wrecked! もちろん、CG に対していくばっかの監修は行っていますが、いつもよりずっとソフトです。It's like, I didn't work my ass off! I feel dirty! Sakura, it's okay! You can take a fucking break, you know? Calm down, man! You have done enough! Soul Calibur! Yo, we need a Soul Calibur character first! Yo, Bandai Namco is the one making the game! When are we gonna put a Soul Calibur?Yeah, they're not, but if they... Oh my god, that's what they look like? Man, they got toned down in Smash. This bitch is like, look at my legs!立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には、よーし、サクライ、スタッ未発表のファイターのフィギュアは、念のために、鍵付きの棚に隠していたりしましたが、何より、今オフィスには買えない状況ですね。けれど、頑張っていきたいと思います。そしていよいよ、スマブラスペシャルのダウンロードコンテンツも、That's it! こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。次回お楽しみに。Yo, give us a hint to the next one. 次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。じゃあまた。またねー。Wow, okay. Let's check those figurines again because you're fucking Sakurai flexing over here. It's like, yo, check my collection. それと今回、check my collection. これ、もちろんアミーボじゃなくてですね。Yo, that's what they look like. 非常によくできていますよね。Oh shit, there's the clip. That's the clip of me getting clapped! They're gonna take me off Twitch now for porn! Cause I got fucked! Live! Man. Jesus! Yo, look at this. That's what they actually look like.
But you know, Sakura have to like, hold on, let me put some fucking clothing on you. You need to chill with those legs, Mitra. Damn. To be fair, all that Sakura did is like put some undergarments on this ladies. Was like, and now you can come to Smash. He couldn't do that with Mai, because that shit is impossible. Her power is nakedness. The booties are just bubbly bubbly bubbling everywhere. That's Mai, so unfortunately she didn't make it in Smash. One of the most popular characters in fucking King of Fighters. Wow. But anyway, the character looks interesting. It looks pretty cool. More ladies in Smash. But I gotta say, it was the most tame character I've seen so far as DLC. All these DLC characters are crazy and shit. They have some crazy bullshit. This one, completely tame. Is this a figurine? Oh no, you found it. Oh shit, it's not the same. Or is it? Oh, it's the same. Shit, Willie found it. Is that for both of them? Yeah, that's for both of them. Ah, holy shit. Oh, hold on. I mean, I would buy it if I would go to auto. You can put them together and shit. Oh, shit. Let's see some booba. Oh, fuck. Man, 208. For two figurines? Not that bad, actually. Not that. Only 20 left in stock. Order soon. Never mind. Everybody's getting clapped tonight. Shit. Everybody's getting clapped. Well, like I was saying, very tame. Sakura kind of sneak a little bit of a mechanic with Mitra and her dodging. But aside from that, I don't know if it's an actual mechanic or it's just animation shit. But for the most part, very fucking tame. The character's tame as fuck. I think so. Everybody, you guys know. You want a character? Yo, send Sakurai a fucking Chanta figurine. A lewd one. Get like a good Chanta. Chat, find me a Chanta figurine right now. The looter, the better. Do it. Anyway, man. It works like I see. Alright, well, very tame. The character is super tame. It looks like my fucking Monster Musume in Smash. Yo, I will be upset because he said no anime characters, just video games. Except for Doraemon. Like, what the fuck? I'll be super pissed. Definitely super pissed. But, yeah. Alright, what's your thoughts on the characters? I gotta say, super tame. Even the gimmick, the swapping between characters, is a mechanic that was already in Smash before with, you know, Zelda and Sheik back in the day. So, not even that. So, if anything, is that how he divided the characters in, like, faster, more damaging, you know, for you know, agility and racking up damage. Alright, guy, I'll be here for a while, actually. Good luck with the Dogo. Have fun. And Mitra for hard hits and KOs. So, very interesting. Yeah, they transcend anime. Sakura is gonna start. And the next fighter is Goku from the amazing video game franchise Dragon Ball FighterZ. It's a video game, right? Sakura, no! Yo, if I was Sakurai, that will be my last character. Like, and the last character is Goku. All of you, eat my dick. Don't ask me for anything ever again. Suffer. Swim in your tears. I'm retiring. Fuck all of you. That will be my last day at Nintendo if I was Sakurai. I will put Goku in this bitch and watch the world burn. The world earned. Yo, what I need to do is send Sakurai a figurine of Senran Kagura. Put Homura in this bitch. This Homura, not that Homura.
Tenran Kagame started as a video game. It counts. I mean, look at this outfit for Homura. That's very tame. I'm just saying. You don't see booba. You don't see no titty titty tatas. There you go. But anyway, it looks interesting. Oh, shit. Do you find me a Shanta figurine? You better. That's not Shanta. that was disappointing. Pretty cool, though. Pretty cool still, though. Okay. Yeah. Alrighty then. Wait, hold on. I gotta get the link for the previous one back. Hold on. I deleted it. Oh, there you go. Anyway. Oh, man. Anyway, that was the direct. It was surprisingly short. Knife Waifu from Doki Doki. Oh, shit. Why not Monica? No, she will break the game. She will break the game. She will make herself the only playable character. Like, well, fuck, just Monica, I guess. Oh, fuck. Wait, Amazon Prime? I still gotta get Amazon Prime. Fuck, that's a good reminder. I was gonna do that tomorrow. Yeah. But anyway, I don't know what else to talk about. Like, nothing crazy with this character. So it's time to try her and see how she plays. Some of her moves were, like, seems a little laggy when it comes to Homura. But, yeah. For the most part, very tame. Kid that hangs herself. Oh shit, no! Sayori! I should play Xenoblade. Listen, I already have a shit ton of RPGs that I gotta finish. We'll get to that at some point. Alright? We'll get to that at some point. But anyway, I think I'm gonna move on with my life. That was pretty good. I like the character. It seems like it's gonna be a very fun character to play. Nothing crazy, nothing out of the ordinary, so. But yeah. Which makes me think. Sayori voice. Oh man, I don't think I can do Sayori's voice again. I don't think my vocal cords will will allow me. That was a one of a lifetime playthroughs. Never again. Never again. Go watch the older videos. Shit. Man. Anyway. I think I'm gonna move on with my life. Let's watch some other shit and see, well, three times. Yeah, you're right. I did play that game a lot. Oh, fuck. So many routes just to get everything, right? I didn't do the, what was the little girl? The one that with the puking? I forgot her name. But I heard that one's super short, so it didn't matter. Damn. A lot of RPG. But anyway, I'm gonna move on with my life. These figurines look cool. Go get them. Go pre-order them. And it's only like not that many left. I'm gonna move. That cat is smacking some tits. That's what it looks like. Damn. Anyway, I can't wait to try her out. When is this character out? Somebody in my Discord chat, first thing I jump in, it was like, this bitch is gonna be out tonight. And I'm like, oh, thanks for the spoilers. That's fantastic. Really appreciate it. Play the rest of the video. I'm playing the rest of the video. Bye, Sakurai. When is this bitch out? Was it tonight? Nintendo. Alright, well. Anyway, I'm gonna move on with my life. Sakurai confirmed to be a pyromane. You know what show I'm waiting? I'm waiting for the Bad Batch and fucking the Book of Boba Fett. Let me know when that shit drops. I'm in for that shit. Damn.